はいどうもこんにちは、世界的 VIP ゲイです。さあ春ですね、あったかいですね。本日4月1日、先ほどですね11時41分頃ですかね、新元号が発表されました。令和という風になりました。いやー予想してなかったですね。これ予想にもなかったんじゃないですか。多分わかんないけど、僕が見た予想の、図ではね一個も入ってなくて、惜しいので令和っていうのはありましたね。なんですけど令和というのはなくて、あ新元号って思いましたね。これが新元号かという感じ。まだちょっとね慣れない部分もあるので、多分しばらくすると慣れると思うんですけども、ちょっと楽しみですね、令和元年ということで。まあ平成もそうですけど、平成特に平成後半なんかそうなんですけども、やっぱりインターネットを使って一人一人が発信力を持って、ね、一つのメディアとしての機能を果たしているっていう時代ですよね。特に YouTuber なんかそうですけども、もう一人が特に影響力ものすごい持って、それが仕事になってっていう時代ですよ。でブロガーなんかもそうですけど、それやってますから、僕もやってますし、なんで一人一人の、ね、発信力がね常に大事な時代なのかなという感じに思います。まあ楽しみですね、これからどんな時代が、幕開けるのか。非常に ねウキウキワクワクという感じでございますけども、引き続きですね僕としては、YouTube そしてブログその他 SNS 活用して新時代も頑張って乗り切りたいなと思います。はい、ということで、ね、今日はね外晴れてるんですけど、散歩するのにちょうどいい季節、花見なんかもいいっすよね。ちょうど昼なんでね、この後ちょっと、昼食でも食べて、また作業でもねしたいなという感じに思います。みんなもね作業してね、動画投稿してね、ブログ投稿しようね、 SNS 何か投稿しようね、発信力身につけていきましょう。お疲れ様でした。